せーの恋愛武こんにちはこんにちはこの番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生 さらに不安なので、石坂さんにも助けてもらいながら、お届けします。最後までお付き合いください。で、今日ちょっと、まあ、あの、店長の都合で、いろいろとバタバタしてて。番組、全然練り込んできてないんですね。そうですね。フリートークの部分を、ちょっとたわいもない話しようぜっていう感じで持ってきてるんですけど。何かあります話題。さっき、自分で話すって言ってなかった?。あ、俺だった?。今日。今日ポッキーの日ですよ。え、お、ポッキーの日。で、こっから。ネ 膨らますの難しくね。うん、難しいなああ。難しいよな。しばらくポッキー食べてないしな。何もないんだけど、はい、とりあえずオープニングちょっとなんか喋らん。<laughs> こんな喋らんって言われて喋るラジオ番組もなかなかないけどな。<laughs> <laughs> あのあれなんだよね、はい、あの前回のスペシャルその前の回からえっとスペシャルにメールを送ってくれた方にオリジナルグッズをプレゼントしますっていう告知をしててでこれをちょっと遡って今自分の番組を永遠と車の中で聴き続けてるんだけどそろそろやらんとなと思ってで2通一応メールが届いてたはずなんだよね実際ね。大塚健二ささんんとエマさんで,で えっと今、ラジオの電波を通じてもしオリジナルグッズが欲しければツイッターで欲しいっていうのをちょっとリアクションを起こしてほしいなみたいなアクションを起こしてほしいなっていう。<laughs> <laughs> 二人に?。二人に?。二人。からうん、そうそう、エマさんと大塚健二さん。はい。うん。に、まあ、そのね、アクションを起こしてもらえれば、こっちが、一応まあ、先生が持っていく、北海道まで。北海道はちょっと遠いな。ちょうど雪の時期だから。そうだね。雪見たいけどね。行ってきたら、エマさんのところ。に仕事休んでんだったら、行きますよ。ダメだね、仕事休んだら。 で一応なんかまあそれもちょっと考えてて、うん、でこれなんかい、うん、言うだけ言っといて何も触れてないから、うん、まあここちょっと触れとこうかなと思って実際物はできてるんですかまできてないっす注文もしてないっす <laughs> 注文もしてないんだけど <laughs> 絵はできてるんだよねなのに偉そうにあの欲しいんだったら連絡してこえみたいなじゃあ欲しいんだったらじゃないよメール送ってくれたらそれに対しての感謝だよ<ー>こっちが言うのはね欲しいんだったらじゃないよ <laughs> 上からじゃないよ斜め上からね俺がやってんのはでえっと 一応とりあえずもう二分三十秒切り抜けたんで、番組を紹介していきましょうね。お願いします。何このなんか何もない感じ。本当のフリーだな。本当のフリーだな。あで、あの大塚健二さんとエマさん、一応もし聞いてれば、まあそこらへんちょっと反応を考えといてください。お願いします。待ってます。はい、お願いします。じゃあ番組の紹介していきます。えこの番組は毎週土曜。 なったよ。<laughs> なったよ。意外に喋るな。<laughs> こんな、なんか、なんか、中身もないやつをね。<laughs> はい、すみません。えっと、戻りましょうね。はい、ええ、四時三十分から五時までの三十分番組です。<はい S 1> はい 実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っています神そうだな <laughs> もし時間が余れば空気を読まず、はい、店長の恋愛節をだらだらと話しエンディングにバトンを渡していきます笑いも恋バナもアッパースイングで狙っていきますので皆さんからはたくさんのメッセージをお待ちしております、はい メールアドレスは七九七アットマーク fm ギノワンドットコムまで送って頂戴。これメールアドレスいるか？メール送ってくれてるからねああいいか。そうだね。<laughs> うん、はいじゃあそれでは CM でーす。軽自動車のデザ長浜モーター、鈴木の新型ソリオを モータギーノワン中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーター陽気のうさんお二人が恋愛感を棒読みで語りながら笑っている番組なんだ全然伝われねえな <laughs> 恋愛節は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です誰か聞いてー ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね続いてはメインコーナー「恋の妄想」。 今忘れてました三、ね、<laughs> 3秒ぐらい空白あったと思うえでじゃあなんかあのそこに期待はしてなかったんでえちょえー、っとコーナーの紹介しましょうねお願いします、えー、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として我々2人がお題に対して答えていきます、はい、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛武士へ出世してもらうコーナーです はい。ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。うん、はい。<laughs> これかえんかもうそろそろ。<laughs> もう良くないかこれ。は <laughs> のくだり。もういいんじゃね。<laughs> でえー、っと、まあその下の部分はもう先週から省略しているんで。もうんはい、ここ省略するんですけど。はい。なんか。ね。はい、あ<の>、これ評価のとこ。評価なくなった代わりに。ちょっとなんかね。うん、下に。 なんか説明文を付け加えたくて、はい、でそれがなんでかって言ったら前回の収録8分余ったんよねコーナー終わった後にだから俺らがやってる最初の1話2話3話ぐらいの手でよね結局コーナーが盛り上がらなくて別のネタで喋ってるみたいなね <laughs> でもおかげで珍しく恋愛節なのに恋愛談義してたんでしょう <laughs> そうだねでもなんかあのね今小春さんが玉木パーティーに呼んでくれて 出るから、はい、まあ11月に一応11月の今週土曜、11月の16日かな、はい、に出るんで、うん、1> 月1回一応読んでくれるから、はい、あっちで恋愛話を。はい ちょっと深掘りしつつ <laughs> ここでは茶番ばっかり,、ねっかりっね、俺らの色をねあの綺麗 <laughs> に分けたいなあっちでは赤こっちでは青みたいなねそういうのをしたいなと思って、はい、あんまりこっちで恋愛を深く語りたくないところがあるんだよね <laughs> 番組名は恋愛節なんだけどな茶番節になってるな<笑><笑>えっとじゃあいきましょうかえっとじゃあいきましょうねえっと今週の あの声が漏れてるよ。<laughs> ごめんごめんごめん, <laughs> ご,めんごめん。そうだなちょっとあるだな。最近ダメだ雑になってきてるね。えっと先週のお題が、はい、えっと元カノとの遭遇。はい。でまああの回答は店長が、うん、まあ見事だったっていうのを、はい、自画自賛してるんですけど。はい、えー。今週は、うん、えっとですね大切なグラスを割られた。 でシチュエーションいつもだったらちゃんとキーボード叩いて綺麗に文章にしてるんですけど今回してないんですよ、それは。テスト、昨日うテストでもあったから自分がそういうのもできなくてぱって頭で思い浮かんだのはちょっと時期も時期なので冬じゃないですか。で、彼氏の家で鍋しようみたいな。 あ彼女と2人でね、うん、ちょっとあったまろうみたいなのの中で一緒に鍋を食い終わって、うんはい、でちょっとねあのー、女性だからね、うん、ちょっと洗い物している途中に、はい、大切なグラスを割ってしまった<ー>まあ彼氏のね大切なグラスを割ってしまった、うん、で、うん、彼女も大切なグラスっていうのを知っていたからうん、うん、あごめん。 大切なもともとこの彼氏が大事にしてるっていうのはそう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 これに多分いっぱいよだれつけたんだろうなって彼女も思いながら気持ち悪い感じじゃないこの彼女偉いねよだれつけたんだろうなって思いながら洗ってくれてるんでしょでも自分の好きな人だからねそれがどういう人だろうがね思った人だからよく見えるんじゃない彼氏かって通報だけどなまあ普通だったね多分家も追い出されてるはずだけどね家賃払わんでいいから出て行けみたいなね ね、じゃ <laughs> ち,ちょっと、<笑><笑>それ過ぎてどこ行ったか分からんでしょう。これが茶番ですよね。<laughs> <laughs> 久しぶりだね、この茶番するのね <laughs>、えっと。えっとじゃあえっと石坂さんの方にちょっと無理やり発信してもらうのが、はい、ごめん、大切なグラス割っちゃった。で、<laughs> うん、えっと我々がいつも通り棒読みで読んでいきたいんですけど。はい えっとちょっと待ってくださいねなんか喋っといていいよ今日, <laughs> 今日紙じゃないんですよねあの文あの答え書いてるのが携帯なんですよ、うん、実際なんかね「太陽に打たれながら文章を作ったから、はいはい、ちょっと多分誤字脱字も多いだろうな」っていうのを棒読みで読もうかなみたいな何んか今の会話 <laughs> <laughs> よく喋るな <laughs> 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 じゃあ行きましょうか <laughs> じゃあ石垣さんすいませんじゃあ先ほどのセリフお願いしてもよろしいですかはい、はいお願いしますごめん 大切なグラス割っっちゃったよかった怪我してなくてそのグラスにはいろんな思いが染みついていたからそろそろメル,カメルカリにでも出そうと考えていたところむしろ割ってくれてありがとう次は割らないグラスを購入して一人の女性を思い続けたグラスにしたいな以上ですあ<おー> <laughs>、うん、まあねえちょっとね<ー>あのー、シンプルに<ー>かつあのーうん、まあなんか 今までの歴代の彼女を全て忘れて、うんはい、でこれからはあなた一人で自分は染まっていきますよっていうのをちょっとこの文章にちょっと周りくどいけど、うん、そういう意味を込めて書いてみました。はい、今回の文章 ちょっと補足があんまりよくわからなかった。今の文章そういう感じか。じゃあいいや、じゃあ補足はなしでいいかな俺の。うん、なんか分かんなくなったんだね。そうだね。あの回答の部分はいやいねって思っちゃう。じゃあなんかなんかなんだろうなあのグラスってこのグラスって長年使ってるんだよね。俺の妄想の中で。あ大切にしてるってそういうこと？そう前の思い出も入ってるってこと？そう。 だから<ー>例,えば例えばだけど、うん、20代前半に初めて給料もらって、うん、で3万円4万円の、うん、グラスが好きだからねもともと設定が<ー>だから4万円のグラスを買って、はい、でこれをずっと大切に使い続けて、うん、で使ってる中で、うん、いろんなね、はい こるさんその何だろう恋愛してる時に使ってたものとか聴いてた曲ってやっぱ残るんだよねなんか物とか場所とかはなふいにんかそれを見てるとか聴いてるとかするとその人の思い出が蘇ったりするさありますねだからこのグラスに染みついた思い出っていうのは今までの人たちの思い出 まあいい時も悪い時もこのグラスを使って家で一人でよだれ垂らしながら茶番してるみたいなねテレビと <laughs> よだれ以外は全てよかったと思いますよだれはよければねわ、うん、かりました、はい、じゃあえっ、ー、と店長の法則はこれぐらいにしときましょうね <laughs>、はい、ちょっと長くなりすぎそうなんで、うん、はいじゃあ次は先生の方お願いしたいんですけど大丈夫ですはい大丈夫ですはい,はいじゃあ長めでお願いします石坂さんじゃあすいませんよろしくお願いします、はい、ごめん大切なグラス割っっちゃった 大丈夫怪我しなかった石坂さんが怪我してなければいいんだよ。グロスはまた買えばいいだけだから。です。 <laughs> 生思いこもってないない <laughs> <laughs> いや違うんだよこれはあの補足ですけどで、はい、これって今シチュエーション的にとっさのことですしとっさのことだけどねとっさのことで出る言葉ってさったらこれぐらいかなっていう,うまず一番「あなた大丈夫?」っていう怪我してないよねっていうのに、ねうん、そうだねこれはね多分ねその前にグラスが出てこないでしょ頭の中で,、うん、<laughs> で彼女はグラスのこと気にしてるけどいやグラスはいいよっていうことだったんだけど。 薄いなそれ以上自分で思いながらあれだなただなんか彼女を心配した文章でしょうででよね。これ作った時に思ったんだけどこのシチュエーションの究極の答えって好きなものと好きな人どっち取るかでしょそうなんだけど俺が今回回答を考えたのはもしこれから先このシチュエーションに出くわした時にどういう言葉をかけれるかを事前に準備しよう っていう意味合いで今回俺は作った奥さん。そういう意味では俺も多分その場で自分が言うだろうなって思ったのはこれから。だから多分とっさだったら、うん 同じ答えしか出ないはずでも今後お前もっと準備しといてお前もっと準備してからこんなこと考えたよなってパッて思って出るかな出ないかもしれないなそうだなまあいいやえーっとで細足終わりあ終わりっすねあ終わりっすねあ今何の話してた好きなものか好きな人か結局どっちを心配っていうかまあどっちをぱって思うかっていう 重要なのはもちろん好きな人だと思うし好きなものっていうのは結構出会えるさまなで好きな人ってなかなか出会えないさそういう意味でもどっちが大事かっていう話だったんだけど今何の話してたそっち自分で喋ってから何の話してたって言われたのねじゃあ今40年近く生きてるさね好きな人でじゃあ人生何名でやってきたの本当に好きになった人何人かなざっくりでいいよ4人。 <laughs> 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 あと4分なんでえっとじゃあ日坂さんの方にあそこはするのなんか4人なんで「おすげえ4人かちょ少なくないか」っていうのもなんか話膨らまないかなと思って <laughs> じゃあ店長はあ俺は好きになったのをどれぐらいいるかな、うん 俺でも100は超えてんじゃないかなじゃあそろそろジャッジしましょうかあいはいやりすみませんじゃあ,あドラムコールお願いしますちょっと準備しましょうねはいお願いします <laughs> 今喋りに夢中でしたね <laughs> ちょっと無茶振りすぎるよ <laughs> 回答も雑だわ <laughs> はいじゃあドラムロールいきまーすはいお願いします は先生。おおまさかの。あ俺俺嘘。あそうなの？迷いました。は何があれでした決めてでした。ああでもそっかなんか店長のやつ聞いて。はい。最初にあなんかこんなになんかなんだろうこの過去の思い出とかも消して。 やってくれるんだみたいな感じで思ったんですけど先生のやつ聞いたときにシンプルだなと思ったんですけどそうだでもやっぱとっさに出るのは多分それくらいなんだろうなって思って逆にそこからどんどん補足とかも聞いて考えていくとコップがあったところで昔の思い出の話とかいきなりされたら。 <laughs> 確かにああああ <laughs> 言われてみればそ,<の>そうすね。ってな,るのかなって思ったら。まあまずそれくらい一応シンプル中身で。<ー>で後々そのコップがどれくらい大事だったのとかいう話に<ー>後々なった時に一応こう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 とか出てくるんだったら一応なんかそれわかるかもしれない。<おー> <laughs> 納得<だ>。一応言われてみれば納得だな。だなこれこれはちなみにあれですか。彼女はコップそのコップが。 とっても大事なものって分かっている前提ではあります。分かっている前提です。それで、どういう感じの回答を答えるかっていう。そうだな、一応なんか、うん、そうだね。<laughs> なんか、そうだな、なんか、あのー、<laughs> 昔の話。 を掘り返されるとその後喧嘩になりそうだよねまあなんかそう言われたらそうだなこんな話を急にしかもコップ割れてる状態で話されても今の彼女からしたらえだから何みたいなよかった勉強になった俺使わないよこれ。よかったよかったもう使わないですもんねこれで石坂さんのおかげだね一応言われたらそうだよななな。んか急にこのコップ割れみたいな感じで語られてもいやいやいやみたいなしかもお前よだれ垂れてるからね <laughs> 止めてから喋るみたいなね。一応、ね、状況で考えたら彼女が終わってしまったっていうのでびっくりしてるし、はい、その状況で昔の思い出がどこって言われても助、うん、<laughs> かにな <laughs>。そうだったんだってな <laughs> もなるかなってなんかふと思います。そうですね。んトスタトスタのあれで、うん、ってなったらやっぱり、はい、<laughs> まあ一番近いのは。 先生なのかな,なちょっとリアルな確かにだなこれは納得です <laughs> あ,のあのー文章を作ろうと思ったのが結にあれだね裏目、うん、に出たねまあまあいいや一応でもね店長これからさっきこのシチュエーションは同じようなあ後でコピーしてちょうだいそれ あのさっきのリフ？あ先生が答えたやつそのまんま使ってていうかこれ答えじゃなくて普通にみんな出てくるんじゃないじゃえっと逆であの物のを心配したらびっくりするけどな大丈夫みたいな割れてないのみたいなそんなにね自分の彼女以上に大切にするものなんてそもそも存在しないはずなのでないじゃかさっきまでそうそういうこと そういうことが言たたかっだよな好きな人ができたら好きなものは2番になるよなうな、ん、そうだな、うん、ないはずな俺もなんかパッと思い感じす感じでなんかなさそうだもんね、うん、じゃああと15秒なんで <laughs>、はい、えっと一応今日いろいろあれだったんだけど、はい、えっと曲は,い、は先生の方が紹介してもらおうかな曲選んんででないんで、うん 負けたけたど店長の曲ででいいですよ <laughs> なんか超傷つくんだけど俺もこのプライドに何だろうなこの感じなまあい,いやじゃあえっと今回のシチュエーションはえバックナンバーの清水い織りさんが話していたシチュエーションから持ってきているのでえバックナンバーでまばたき。 はい、えー、そろそろ時間も迫ってきたので来週のお題を発表します実際ちょっと時間なくて、はい、来週のお題考えてないんですけど <laughs> ざっくりでもえっと来週はちょっと臭くいきたいんで前回ちょっと前遡るんですけど、うんえー、リゾートホテル計画を中止にされてあ<ー>で、まあ、それを彼女が実際ちょっと申し訳ないなって。 っていうことで、うん、この企画がまた復活して、でリゾートホテルに泊まりに行きました。うん、でこのリゾートホテルには、うん、あのー、願いが叶うって言われているなんだろうこれなんていうのこれ。 チャペルのあのあれにある金金を鳴らす金ってしか言わない紐紐これが思い込まない紐っていうのななんん金から紐が出てて紐を揺らすと金が鳴るやつそうそうそうあれなんて言うんだろうななんて言うのかなこれを一緒に好きな人となんて言うかな一緒にこの金を鳴らすことができたら この鳴らしながら願い事をしたらその願い事が、うん、彼氏と彼女の願い事が一緒だったら、うん、願いが叶いますよ、はい、に対して<ー>どういった願い事をしますかっていうのを、うん、次週のテーマにしようかなと思います。うんはい はいどういう願い事しますかそっちだったらあ今答えるんですか <laughs> いやいや <laughs> いや,いやざっくりどんな感じがいいかなっていうのはあるからね <laughs> でも彼女と合わせるってことか願い事そうだから彼女が今どう思ってるかて考えてってことそう<ー>だからあんま重たいくさいセリフもちょっと自分の主観だけではなんかあれだよね、うん、作りにくいよね、うん、彼女のことも 考えつつ二人の意見が一致するそうそうそう,そ,う、うん、それを過去の今の恋の妄想を少し遡りながら、はい、まあ考えていって、はい、で結局こういうシチュエーションがあったからこういうふうに今考えてるんだよ、うん、この願い事したんだよみたいなねうんそういった感じにしたいなと思ったんですけどパッと思いつきで、うん、逆にあれなのかな自分がいいこと言って彼女にも一緒にしてもらうみたいな。 ああ、まあそれにあのなんか共感するね。あ、そっちの問題の方がいいからそっちにしようみたいな,いなそれをなんかうまく考えてきてほしいな。ちょっと難しいかなと思うけど、うん、あと十二秒だね。うん、どうする？最後、うん、どうする？<laughs> 最後どうする？どんなで締めで？はいどうする？どうする？する <laughs> はい二秒一、はいさよならー。また来週ー。<laughs>